本日はこの画期的な日蓮宗法師側と日蓮宗宗創価学会教学部との対決の学会を開催いたしましたところ、多数ご来場を賜りまして、司会者といたしまして、誠に感謝感激に堪えない次第であります。謹んでお礼を申し述べます。大会に先立ちまして、お題目の参照をいたしたく思いますので、どうぞその場でご起立をお願いいたします。南無阿弥陀佛。南無阿弥陀佛。社説に従いまして、あくまでも正式裏に本大会が終了せられまするよう、皆様の自粛自戒をお願い申し上げる次第であります。なお、時間はただいまより開会いたしまして、9時10分終了ということになっております。講師は各2名ずつ登壇いたします。講師の弁論は、はじめ1人各12分、さらにその補足をいたしますのが5分。その順序は司会の側におきまして、修正をいたして決します。一般質問は2分、司会者の指名いたしました来庁者皆様方の中からの質問に応ずることに相なっております。なお、講師の弁論が終わりました後、講師間の質疑応答を30分いたします。本日の学会におきまして勝敗を決するというような別に判者、判定員を別に設けておりません。そのために勝敗ということには頓着しないのでありますが、もしも講師間におきましてその答弁に窮した場合、約2分間を経過するものはこれは負けたりというふうに見なしてもよろしいのでございます。そのように実は司会者側におきまして取り組みをいたしております。なお、会場にはそれぞれ私どもの日蓮宗側と日蓮宗宗の側から警備の方が出ております。司会者の命には絶対従っていただきまして、各会場の中に警備の方の殺人に従っていただきたいと思います。大体申し上げる事項は右のような次第でありまするが、くれぐれも静粛を埋め通していただくことを切にお願いを申し上げます。それでは、ただいまより日蓮宗側の講師としてお招きいたしました先生をご紹介申し上げます。長谷川義一先生であります。室住一明先生であります。失礼いたしました。司会をいたします池田と申します。天国にあたりまして日蓮宗宗の仏法の正しい遺伝によって、全国にわたる間違った邪教と言い切れる日蓮宗身の部屋の信者が何千何万と、創価学会日蓮宗宗の信者になったということは、
実に日蓮召集が正しいという証であります。したがって今身延派ではその身延の信仰があくまで日蓮大聖人様に対する敵であり物敵であり、それに気づき日蓮召集の仏法の実が経文の上でも哲学の上でも事実の現象での上でも正しいという証拠のゆえに身の部をやめて日蓮召集の信徒になったのであります。故にその状態に躍起となって今身の部はあの手この手を使って大衆をたぶらせ日蓮召集の志望を成しておる状態が今日の結果になったと思うのであります。それが私も身延の本山に行ってまいりました。あくまでも日蓮大聖人様日蓮が魂を墨に染め流してかきてそうぞ真実へ飛ばい、そう申されたご意志に背き身延の本山そのものは全体が稲荷を拝み蛇を拝み、あるいは正常の上洛の釈迦を拝み、その増乱抜いたるや筐体の祖であるかを覚えたくなります。世間では身延さんがあくまでも祖山であるというふうに考えておりますが、身延と日蓮召集との法の消滅は厳然たるものであり、いまだかつて大聖人様の神髄たる日蓮召集の仏法が身延なるの邪習邪義に負けておるわけが絶対のないであります。本日ここに日蓮宗また我が日蓮召集総合学会の教学部の小平義恵氏、それから辻武久氏が身延の経営者であられるようなお方と対決また奉納をする状態によって、皆様は明らかにいかに日蓮召集が正しく、いかに日蓮宗身延派が邪道であるかということがはっきりなされることと思う次第でございます。学会教学部の先生方のご紹介を私からいたします。こちらにおられるのが創価学会教学部小平義恵先生でございます。こちらにおられるのが教学部やはり辻武久先生でございます。どうか先ほど身延派の司会者が申されましたが、司会者の間におきましても絶対に審判は司会者の権限にあり、また法論のしっかりした聖者というものをあくまでもお取りしたいと考えておりますし、また場合によっては皆様方の賛否の状態も伺いたいと存じております。どうかこれから楊講師のお話に入りますけれども、よくよくお聞き願いたいと思います。簡単でございますがご挨拶いただきます。